続いてゆいが持っているこちら目覚まし時計なんですが、ただの目覚まし時計ではございません。なんとこちらには井口監督と福浦選手とウグイス嬢谷穂さんの声が入ってるんです。ちょっと皆さん聞いてみたくありませんか？ちょっと聞いてみましょうか。ではお願いします。朝になりました。おはよう。すごい、谷穂さんのおはようが聞けます。皆さんこれでね、ぜひ毎朝気持ちよく起きていただきたいと思います。今のはね、谷穂さんのアナウンス聞いていただきましたが、井口監督と福浦選手、そして谷穂さんの声が入った目覚まし時計。